自分自身の気持ちに常に切れ端を。私はそんなあなたが好きよ。秩序なんて人間社会の建前よ。大切なことは一つだけなの。彼女があなたの思いを受け入れるか。誰かが何かを言ったから死ぬ可能性もあるんですよね。殺したいほどに憎いを相手がいて自殺に追い込む。確実に相手が自殺するスイッチなんてあるとしたら、確実に相手が壊れるスイッチかな。押された人間も スイッチ押されたことにすら気づいてないかもしれない。そんなことができたら完全犯罪だけどね。いわき、それってこの間自殺した IT 企業の社長の資料ね。なんで電話に出ないんだよ。嫌がってるの。先、先。 恋に押す人間か。まさに悪魔だね。新田、おい帰るのか。野村さんと付き合ってる。 本田さんよ。空調が壊れてしまったから直してもらったの。空調？そう、空調管理の会社に勤めてるの。本田さん、隼人です。私の親戚なの。どうも。じゃあ俺はこれで。どうもありがとう。本当に助かりました。 失礼します。またね、本田さん。頑張ってね。誰？ 今言ったでしょ、空調会社の人よ。知り合いなの？そうね、少し前に知り合ったの。紅茶でいい？中川って人。中川？姉ちゃんが付きまとわれてた元患者だっていう人。 彼がどうかしたの？あったかいよ。死んでた。え？自殺してたんだ。野村さんもそうだった。姉ちゃんの周りで短期間にこんな二人も。 なんでそんなことになってんだよ。その中川って人とはどういう関係だったんだよ。IT 企業の社長で周りからは充実した毎日に見えたって。こないだスイッチの話したよね。 野村さんは瞬間的にスイッチが入ったんじゃないかって。
中川って人もそうだったのかもしれない。でももしもし恋にスイッチを押す人間がそばにいたんだとしたら、中川さんのこと私に知らせに来てくれたの？それとも私を疑ってるの？そんなんじゃ本当は何を抱えてたのかなんて他人には分からないんじゃないかな。いい人に見えたってどんな生き方をしてきたかなんて分からない。罪を隠して平気な顔をしてる人だっているかもしれないしね。でもそっか、近くで人が二人も亡くなるって疑われても仕方がないことなんだね。ごめん、俺ちょっと混乱してて。あなた、診察終わったのか？ええ。今日は早い？ああ。夕飯は何が食べたい？そうだな。うん。何でもいいよ。また？いつも何でもいいんだから。男はそんなもんだよ。そうなの？理事長って本当は異彩家だよな。え？知らないの？あそこのご夫婦って訳ありらしいよ。訳あり？そう、理事長ってバツイチなの。バツイチ？離婚の原因今の奥さんにあるって噂だよ。え？それって略奪愛じゃん。私、うん、あの姉貴がな。いや、丸くなったなと思って。ほんと昔は気が強くて活発で思ったこと何でも口に出すタイプだったんです。そうだったね。お兄さん、その頃の姉貴のことを知ってるんですか？知ってるよ。ああ、じゃあやっぱり結婚してから変わったんだな。今じゃすっかり夫に尽くす定宿な妻だ。健太郎君はどっちの恵みがいいと思う？え？あ、いやいや。人というのは変わるもんだなと思ってね。お疲れ様でした。お、定時で帰んのか？意味ない残業やってやめたんだ。お疲れ様でした。
れ。お疲れ様です。何見てんの？え？ああ、いや。どうした？この前も気にしてたよな。自殺した IT 企業の社長の記事。そうか。新田、あんた何かあったんじゃないの？いや。ナミさん。ん？偶然の出来事が二度続くことってあると思いますか？偶然？あ、二度まではあるんじゃないかな。でも三度の偶然はないと思うな。もし三度目があったとしたら、そこにはきっと誰かの意図や思惑があるはず。本田さんよ。じゃあ俺はこれで。またね、本田さん、頑張ってね。まあ二度あることは三度あるって言うけどね。最後に君に会えてよかった。何かあったの？間違ったことをしても誰も教えてはくれない。そうやって自分を見失っていくのかな。そういう男性好きです。ハヤトと寝ても平気。今日はどうもありがとう。いや、俺なんてオシャレなお店とか知らないから、こういうお店どう思うのかなって。俺なんかと食事して楽しんでもらえたのかなって。あ、ねえ本田さん、こないだも言ってたよね。え？俺なんてって。自分のことあんまりよく言ってなかったね。それは本当のことだから。俺なんて役立たずだし。ダメよ、もう俺なんてって言っちゃダメ。今のあなたは周りから頭を押さえつけられて自分をできないと思い込んでるけど、絶対にそんなことはない。そうかな。そうよ、周りがあなたの価値に気づけないでいるだけなのよ。あなたはできる人よ。思うことや意見があったら言ってみたら。俺が？そう、きっと周りはあなたの価値に気がつく。あなたの代わりはいないのよ。スイッチないとダメだなこれ。ああ、え、ないのかよ。はい、急いでほら事務所から持ってこいよ。あ、いや、それがあの在庫切れなんですよね。なんだよそれ、今日中に直さなきゃ契約切れるぞ。最短で明日じゃまずいっすかね。何言ってんだよ、まずいに決まってんだろ。俺の顔を潰すつもりか。ありますよ。え？え？こんなこともあるかと思って注文しとったんです。取ってきます。あなたは周りから頭を押さえつけられて自分をできないと思い込んでるけど、絶対にそんなことはない。あなたの代わりはいないのよ。
これでお願いします。やるな本田。いつも在庫はチェックしてるんで。そうか。はい。お前らたるんでんじゃないのか。日頃からそういう注意を怠るなよ。普段何の役にも立たないくせに何なんだよ。こら、雑魚は雑魚らしくしてろよ。価値のねえ人間急にシャシャリ出てきやがってよ。うぜんだよ給与どころか。3度目があったとしたら、そこにはきっと誰かの意図や思惑があるはず。まあ2度あることは3度あるって言うけどね。